やばい。ゆっくり下ろします。これめっちゃ重いな。やばいな。で、ガッチャンして。帽子が死んだ。めっちゃ重いな、これ。びっくりするぐらい重いわ。実際は多分ちょっとこの高さぐらいで固定することになるんで。で、ちなちゃんが行くんで、こんばんは。ここで、ひなつがいる手で押さえています。で、処置が終わりましたってなったら、男たちがこれをもう一回、これさ、持ち上げて。重いね。で、手が、お手数ですが、ここは手が空いてる人に、中のナットを締めてもらうことになります。はい。なので、ナットの締め方も後ほど動画でお送りします。はい、はい、以上です。はい、棒を下から差し込んで、で、このナットを入れます。で、とりあえず天井が落ちないように、まあ、そうですね、1ミリくらい出ててくれたらひとまずは大丈夫です。はい、はい、初めての実践しよう。とりあえず呼ばれるまでそのままで大丈夫だと思います。来るよ、来るよ。はーい。来たー。はい、おじいちゃん。はい、大丈夫です。あら、どっちだったっけ、右、左、下から落ちるで、ボルト。まあ、あそこから出てくるからな、そこから。あんた細いね、ここ通れるから。どこがベストか分からへんわ。こっちかもしれない、どっち変わるかも。なんか落ちたよ。あ、まさに落ちました。これで4箇所落ちました。あ、顔が危ないかも。はい、持ち上がってきた。はい、ここからお顔を出さないようにしたいんで、板を設置してもらって、はい、で、一人下げていきます。よいしょ。いいよ、いいよ、ちーちゃん、いいよ。足はいいんですかね、奥にあって。一回今前に行ってますけど、一回押さえてみな、分かれへんと思う。顔が嫌だな、顔嫌だな。棒、あそこから棒持ってる。こっちから無理。ここにあります。こっちからも無理かな。あ、いけそう。ちょっと押さえ、ちょっと押さえるよ。この辺でちなちゃんもっとです、全然当たってないわ。ちょっとグッと押さえてもいいかも。行くよー。いたした。はい、いた。動いてる、動いてる。もう一回刺します。はい、触ってから。顔見えてる？はい、見えてます。目バッチリ。災難やな、ちなちちょっとだけ我慢し。一生懸命布団引いたのに、布団じゃない。はい、OK です。はい、OK です。毛抜いていいよ。ゆっくり上げます。ゆっくり上げるよ。はい、せーの、よいしょ。ボルトね、ボルト止めてください。はい、ごめんね。目とか大丈夫そうですか？はい、もう来ました。もう終わった、もう終わった。何かずっと言ってる。はい、行きます。すいません。
あたしこれもう入ってんやんな、きっと。入ってます、そこは。いいか、あんたのとこは。見ても、それ。うん。閉じまってる。はい、閉じまってます。はい。抜きました。繊細やな、考えた人。おいちーちゃん。あと水かけてる、もう出せる。もう出せるね。食べるんや。餌食べてまーす。おー、偉い。これあれやな、もう一個下やったな。そうやな、うん、これ広いな。横が広いな。こちら使い申します。ご苦労様。よいしょ、はい、頑張った。偉いです。